FCI がお届けするアメリカ初の旅行企画。取材中の新人ディレクター青松くんがレンタカーを借りてたどり着いた場所は、アメリカ本土最南端の地、キーウエスト。常に温暖な気候に包まれ観光地としても有名なこの島で取材したのが、1、2、3、4、5、6、確かに指が6本ありますね。世界的文豪のインスピレーションの源でした。カメラ片手にちょっと遠くへ、アメリカ漫遊機構キーウエスト編その3。この日青松くんが向かった先はキーウエストで一番人気の観光スポットであるこちら。来ました、ヘミングウェイの家です。世界的文豪アーネスト・ヘミングウェイの家。老人と海や他がために金は鳴るなど世界的な代表作で知られ、ノーベル文学賞も受賞したヘミングウェイが妻ポリーンさんと12年間のキーウェスト生活のうち9年間を過ごしたのがこちらの家です。このヘミングウェイの家ではおよそ30分のガイドによるツアーも行われていて大変な人気。キーウェストとヘミングウェイの関係とは、ここでチェック、トラベルアイ。ヨーロッパからアメリカに戻ったヘミングウェイは9年間キーウェストにあるこの家で生活し、全作品のおよそ7割をここで書き上げました。キーウェストの空と海を愛したヘミングウェイは大型クルーザーを購入して友人たちとカジキ釣りを楽しんでいました。ノーベル文学賞受賞に大きく貢献した代表作老人と海もキーウェスト時代の経験がヒントになっていると言われています。さて、屋敷を歩いていると猫がいますが、一匹見せてもらうと、1、2、3、4、5、6、確かに指が6本ありますね。この家には猫好きで知られたヘミングウェイが飼っていた猫たちの子孫が今も暮らしているんです。その中にはヘミングウェイが幸運の猫と呼んだ足の指が6本ある猫シックスポーキャットが20匹もいるんです。さらにその中には珍しい猫も、1、2、3、4、5、6、7、指が7本あります。ヘミングウェイの家でもわずか2匹しかいないという7本指の貴重な猫です。ところで、豪快な性格で知られた2番目の妻ポリーンさんとの痛快なエピソードが。ファッション雑誌の編集をしていたこともあり、流行に敏感だったポリーンさんは、 She removed all the ceiling fans from the home and put a chandelier in their place. Well, that made it a very hot, hot summer in regards to the fans that were removed. And Hemingway never fully understood why fashion came before function.またこちらのプールに注目。柱の脇に埋められた一銭と硬貨にも有名なエピソードが。実はこのプール、ヘミングウェイの許可も取らずに当時のお金で2万ドルという大金をはたいてポリーンさんが勝手に作ったもの。それを見てヘミングウェイが、僕にはもうこれしかお金がないと言って、柱の脇に一銭と硬貨を埋めたんです。すっかりヘミングウェイに魅了された青松くん、目抜き通りのディバルストリートを歩いていると何か見つけたようですね。あれ、何ですかね。ヘミングウェイの顔がありますけど。こちらはヘミングウェイがキーウェストで毎日と言っていいほど通っていたというスロッピージョーズバー。禁酒法の時代に密造酒を販売していたキーウェストで最も古いと言われるこのバーもヘミングウェイととっても縁が深いのです。ここでチェック、トラベルアイ。ヘミングウェイが友人たちと毎晩のようにお酒を酌み交わしたのがこちらのスロッピージョーズバーです。店の中にはあらゆるところにヘミングウェイの写真や記事が飾られており、ヘミングウェイとの関係の深さがうかがえます。また毎年7月にはヘミングウェイの誕生日を祝ってヘミングウェイルックアライクコンテストというヘミングウェイそっくりさんコンテストが開催され、去年のコンテストには100人を超えるヘミングウェイのそっくりさんがキーウェストに集まったそうです。今年は7月21日、
ちょうどヘミングウェイの誕生日にコンテストの決勝が行われます。バーの中は地元キーウェストのアマチュアバンドによるライブ演奏が毎晩行われていて、いつも活気にあふれています。実はこの店でヘミングウェイに運命の出会いがあったのです。ヘミングウェイがスロッピージョーズバーで出会ったのが、後に3番目の妻となるジャーナリストのマーサ・ゲルホーンさん。美しいブロンドヘアのマーサさんとヘミングウェイはすぐに恋に落ちました。He seemed to have a very elaborate mind. I mean, he was a writer, so he probably fell in love a lot. 長編を書き上げるたびに新しい恋人を必要としたと言われたヘミングウェイは、マーサさんと出会ったこの時期、代表作「他がために鐘は鳴る」を書き上げています。キーウェスト、そして新しい恋人、この2つがヘミングウェイのインスピレーションの源となり、最も多くの作品を書き上げたキーウェスト時代があったのです。